私、やっぱり全然あんちゃんたちに追いつけてないんだな。昨日もみんなに迷惑かけちゃったし、もっと練習をたくさんしたらいいのかな。でも、たくさん練習するって言っても、何をしたら。歌の練習だけじゃダメだよね。はぁ、考えても全然わかんないよ。小羽ちゃん、一緒にお弁当食べよう。って、どうしたの？なんか元気ないけど、保健室一緒に行こうか？うん、大丈夫。ちょっと考え事してただけだよ。もうお昼だったんだね。忘れちゃってた。ねえ、小羽ちゃん。何か悩みがあるなら言ってね。私じゃ頼りないかもだけど。小羽ちゃんが何か困ってるなら、私、力になりたい。みのりちゃん、ありがとう。実はね、昨日。私が初心者じゃなかったら、昨日みたいなことにはならなかったのにって思って。そっか。私もね、小羽ちゃんと同じようなことを考えちゃうときあるんだ。みのりちゃんも？うん。前にも話したけど、私、アイドルグループを組んだでしょ？でも、私だけアイドル未経験で。オーディションだって落ち続けてるし、歌もダンスもできなくて、みんなの足を引っ張ってばっかりで。そっか、みのりちゃんもいろいろ大変なんだね。うん、やっぱり小羽ちゃんと同じようにもっと頑張らないとって焦っちゃうことばっかりだよ。でも私、今日失敗してもダメ出しされても明日はきっといい日になるって信じてるから。それってみのりちゃんがいつも言ってるはるかちゃんの？そう、ずっと大事にしてる言葉だよ。だからこの言葉通り、明日はきっと上達するって信じて、歌もダンスも頑張ってるんだ。きっと今一生懸命頑張ったら、未来につながるはずだもん。今頑張ったら、未来につながる。うん。今は練習の仕方は、はるかちゃんとか、一緒に組んでくれた愛理ちゃんとか、しずくちゃんにも聞いて教えてもらってて、やっぱり一人で練習してた時よりアイドルの先輩に教わった方が上達も早くなった気がして楽しいんだ。そっか、経験者の人に聞いた方がいい練習方法を教えてもらえそうだよね。ちゃんも私もまだまだ初心者だけど、でも周りには頼りになる先輩がいるから、だからそういう先輩に練習の仕方を聞いて頑張っていけばいいと思うんだ。なんて、私すっごく偉そうなこと言って。ううん、みのりちゃんのアドバイス聞いてちょっと見えてきたかも。そう言ってもらえると嬉しいな。あ、そうだ、今日ね、お弁当にお母さんが作った唐揚げ入れてもらったんだ。小羽ちゃんに一つあげるね。え、どうして？お母さんの唐揚げ食べると元気が出るから。あと厚焼き卵とポテトサラダもいる？
緒に頑張ろう。そんなにもらったらみのりちゃんのお弁当がなくなっちゃうよ。でも本当にありがとう、みのりちゃん。先輩か、あんちゃんたちに聞くのがいいのかな。でもこれ以上みんなを頼るのは。おい、トウヤ。おい。あ、どうした、アキト。どうしたじゃねえよ。昼飯買いに行かねえのか。すまない。少し考え事をしててな。あいつらのことか。何か力になれないものかと思ったんだが、特に白石はショックを受けているように見えたからな。ショック？あいつがそんな玉かよ。あれくらいでどうこうなるくらいなら、そもそもチームなんて組んでねえよ。なんだよその顔。いや、信頼しているんだな。あのな、中途半端な覚悟でチームなんて組めるかよ。背中預けられるくらい信頼し合えなきゃチームにはなれねえ。相棒なんてもっとだ。そんぐらいのこと、あいつらならすぐわかるだろう。そうだな。